はい、こんばんは。スタジオリバーサイドへようこそ。ギタリストの竹下敦です。意外と好評の、大人クラブの時間でございます。3月22日金曜日、大人クラブの時間です。今日のお題はですね、勉強はしっかりやろうです。はい、学生の皆さんね、なんで勉強するのとかね、いろいろ考えると思うんですが、勉強は大切です。未来の自分のためにね、学ぶのでございます。私はですね、学歴コンプレックスなんですね。はい、私の親戚はですね、私以外全員東大卒なんですね。私だけが東大卒ではないので、非常にコンプレックスを持っております、学歴に対してね。で、基本的に音楽一家なんです。おじはバイオリニストの原松尾で、バイオリニストなんですが、一番すごいなと思うのは、私の親戚姪にあたるんですね。中学校の校歌を作詞作曲してるんです。なんと中学生の時に。これ分かります？中学生の在学中に自分の中学校の校歌を作詞作曲してるんです。全然音楽を勉強してないのに。ふとね、その中学校のね校歌を見ていたら親戚の名前が書いてあるんですよ。で、これ何って言ったら、ああ私が作詞作曲したのって言うんですよ。いつって言ったら、中学生の時。ちょっと待って、中学生の時に中学校に通いながら自分の中学校の校歌を作詞作曲したのって言ったら、そうって言うから、えっ、と思って、そんなことってありえるんだと思って。私なんか未だにね自分の母校の校歌なんか作曲できてないのに、彼女はですね、中学生の時に自分の母校の校歌を作詞作曲したんですね。はい、聞きましたが、とても素晴らしい曲でした。はい、というわけで、中学生だと、中学校の数学とかね、めんどくさいなとかね、こんなの将来何の役に立つのって思うかもしれないですけど、勉強はした方がいいです。はい、なぜならですね、学歴はある程度必要です。例えば私たちギタリストだと、音大卒と音大卒じゃないのでは意外と違いが出るんですよね。私の場合あまり違いが出なかったんです。たまたまね、ギターという楽器だったんで、うまく弾ければどこ大卒でも関係ないんですね。ところがですね、ピアニストの場合ですね、うまい下手が分かりにくい楽器なんですよね。なので、どこ大卒で、就職先が決まったりするんです。で、ピアノの講師さんってすごく お給料が安いんで、だいたい音大を出てもエレクトーンの先生とかになっちゃうんですよね、残念ながら。なので、ピアノって実はですね、日本が世界で一番普及してるんです。子供の時にね、ピアノを習う率世界一なんです。で、ピアノをやめる率世界一なんですよすごいでしょ、日本という国はすごいんです。はい、で、じゃあ日本からね、すごいピアニストが出てるかって言ったら、辻さんね、世界的ピアニストですね。まあ、ラフマニノフとか弾かせると、世界一なわけですよ、現在のね。まあ、そういうふうにね、日本という国はとてもね、音楽的に実は先進国なんです。はい、なんといってもですね、日本には三味線というですね、素晴らしい楽器があります。ギターなんかよりははるかにですね、難しい楽器なんですね。ぜひ皆さんに聴いていただきたいのはね、モンキーマジックと吉田兄弟が共演しているですね、チェンジという曲があるんですが、素晴らしいです。モンキーマジックはね、カナダ人と日本人の4人のコンビなん、あ、コンビ、グループなんですが、そこにね、三味線の吉田兄弟がね、入ってるバージョンがあるんですが、素晴らしい。
本当に三味線という楽器は素晴らしいなと思いました。ギターなんていうものはですね、大したことがないなっていうのを思い知らされる楽曲ですね。三味線は素晴らしい。世界に誇る楽器ですね。世界的にもすごく注目されてるんです、三味線っていうのは。ギターって誰でも弾けるんですよ。ギターが弾けない人なんていないです。当然ね、上手い下手ありますよ。ギタリストってギターを弾かなくてもどれぐらい弾けるか分かるんですよ。これ超能力みたいですけど、ギターをこうした瞬間に、あ、この人これぐらい弾けるなって分かるんですよ。こうした瞬間に、女性に対しての立ち振る舞いと同じで、ギターに一礼してからレディーに対してね、こう手にこうキスをするように、さっとこう持った瞬間に、こう構えた瞬間に、あ、この人これぐらい弾けるって分かるんですね。はい、だいたいこんな風に構えた瞬間、あ、これもダメだなと思います。はい、もうこうパッとこうギターに対してパッと構えた瞬間、あ、この人これぐらい弾けるなっていうのは分かるわけですね。はい、そういうもんです。ピアノもですね、ピアニストさんが椅子を弾いた瞬間に、あ、この人どれぐらい弾けるなっていうのは分かります。その動作をどれぐらい繰り返してるかなんですよ。結局ギターも持った瞬間に構える、これを何回やってるか、こうね、はい、ここはまっすぐ、体幹、肩は水平、はい、こう、これができるかどうか、こっちの手がね、動くか動かないかなんてあまり関係のないことなんですよ。音を出してるのはあくまで右手であって、左手はどうでもいいです。はい、大体そのうち動くようになるんです。一番大事なのは構えです。こうギターさんを構える、ね、女性を守るようにこう構えです。まずは構えから、私の場合ですが、まずは構えから覚えていただきます。なぜなら、変な格好でギターを弾いて、例えばこんな格好でね、ギターを弾いて練習して、はい、休みって言ったらピキーンってなって、1週間ぐらいですね、首が回んなかった、寝違えたような状態になったりするんですね。そういうことがあるんで、まずは構え、背筋を伸ばして、はいはいはい、まず立ち振る舞いですから、こういうね、はい、というわけで今日のお話は、きちっと勉強しましょうというお話でした。勉強しておくと後の自分にね、意外と、例えばね、相対性理論とか特殊相対性理論とかね、そういったもの全然世の中でね、役に立たないだろうと思うかもしれないですが、意外と役に立ちます。はい、私もね、相対性理論学びましたが、役に立ちます。音楽は数学に非常に密接な関係があるんでね、特に数学は学ぶべきだと思います。それではギタリストの竹下敦史がお送りいたしました。3月22日大人クラブでした。勉強は大事だよってお話です。それではまたお会いいたしましょう。 See you next time です。